スマカイチャンネルへようこそ。このチャンネルでは私たちがキャンプを楽しんでいる様子とともに、そのキャンプ場の特徴、料金、その他メリット、デメリットについてお話しています。スマカイ、今回のキャンプ場は成田市にある成田夢牧場キャンプ場になります。こちらは初心者にとてもおすすめのキャンプ場となります。駐車場の脇にあるこちらの建物で受付をします。今回はデイキャンプでフリーサイトを使用しました。料金は2人で3,000円、ちょっと高めです。受付の店内には薪はもちろん、炭や飲料、ガスやライター、サランラップなどの日用品もたくさん揃ってありました。このように親子で楽しめるグッズもあり、ファミリーに優しいキャンプ場となっております。売店にはお酒も売ってるので、大人の人はかなり嬉しいですね。受付表は必ず車のダッシュボードのところに置いておきましょう。ここのキャンプ場は A サイトから G サイトまで、それぞれ8つのサイトに分かれております。私たちが行った日には区画整理のため、 A、E、D、F のみ使用可能でした。私たちは F サイトにテントを張りましたが、ここは少し牧場近くですごく臭かったです。夏といったらやっぱキリンだもんね。氷どう？まだ全然全然凍ってるね。この保冷バッグ、前回の動画でベスト5かで1位に購入されたこの保冷バッグ。中身見る。これまあこんな感じで買った食材入ってて、保冷剤がこれまだ凍ってるな。まだ凍ってます。今日は何作るの？今日は冷やし中華。この暑さだからね。ちょっと待って、だって36度だよ。だってやばいよな、灼熱地獄だよ。天気はめちゃくちゃいいね。うめえ。いや暑いからほんとちゃんと水分取らないと熱中症になっちゃうね。組んできましたよ。熊かえ。いや暑い中冷やし中華食うの楽しみやな。さっきさスーパーでさ、そのまま出来上がった冷やし中華にしないとか言ってた。そうそうそう。お弁当のやつでいいんじゃねみたいな。それ最低やな。さすがにちょっとそれはキャンプじゃねえな。何も作って、まあ冷やし中華でさえも全然作っとらんけど。ただのピクニック。色味がやばい。なんかとろってしてんのかと思ったら全然、ね、なんかやだこの色。3玉だから結構多いよ。うん、あ、これはそんなに入れないで。もういいもういいもう、あ、待ってね、あ、うん、頑張ってる。ネギがまかえ。
ただきます。うん。除草作業、風に乗って牛のうんちの匂いがした。食べる瞬間にほわってきた。待って、もう食べ終わるんだよ。閉じ込めました。あれ、なんかさ、後ろにさ、なんかごちそうさまっつった。うん、お腹いっぱいなの。いや、いや、残ってるけど。あ、ほんとだ。あれ、おかしいな。下手くそか。あれ、あれ、あれ、バレバレです。熊谷。それではここで成田夢牧場の施設案内をします。まずは受付です。営業時間は朝の9時から夕方5時までです。場所はちょうどキャンプ場の真ん中、この辺りにあります。こちらが炊事場になります。キャンプサイトには複数箇所あるのでとても便利です。 D サイト、F サイト、H サイトの近くに3箇所あります。こちらはトイレになります。中はきれいに清掃されていて清潔に保たれており、安心して使うことができます。トイレは受付の裏の他に D サイトにももう一つあるのでとても便利です。こちらがシャワー室になります。受付のすぐそばで、かなり清潔できれいに保たれていました。1回300円で利用でき、中には両替機もあるので小銭がなくても安心です。シャワー室の場所はトイレのすぐ裏にあります。こちらが電源サイトになります。フリーサイトとは違い、区画されているので広々とキャンプをしたい方にはフリーサイトがおすすめです。電源サイトは AB サイトのみの利用となります。受付すぐ脇には炭を捨てる炭捨て場などもあるのでとても便利です。熊谷。びっくりした。何を作るの？フルーツポンチ。フルーツポンチの中にさ、キウイって入ってるイメージある？ないよな、やっぱり。ただ単にキウイ食べたいだけだわ。何時なんだろう。ああ、いい。何時ぐらい？さあ、いい感じに入った。苦しい。ごちそうさまでした。